皆さんこんにちは。今日はセリアの購入品紹介になります。よかったら最後までご視聴お願いいたします。まずはこちらのスタンプを2つ買ってきました。こちらは3つ入ってますね。後で押してみたいと思います。まずこちらと、続いてこちらのフレークシール、こちらの1、2、3、4、5、5柄ですね。こちらと、続いてがこちらです。まあ、四角便箋のメモ、これジャンコードはすべて一緒です。で、柄は全部1種類ずつで、こんな感じです。こちらと、この四角便箋のこちら、ダイカットミニレター、このシリーズのこちらですね。これもジャンコードは全部同じです。初めから折れ線がついているので、こんな感じで、こちらと、続いてこちらのクリスマスのところにあったんですけど、レジンオーナメント、
これはアリスのこれを2つ、こちらを2つと、続いてこちらです、ポチ袋。ペジャンコードは2つとも同じです。ちょっと光沢感のあるペーパーですね。光沢ある感じです。こちらと、続いてこちら、今携帯のあのスマホリングがここがくるくる回っちゃって、もう使い物にならなくなっちゃったので、ちょっとこれを買ってみました。こちらと、続いてはこれはいつものやつですね、手芸用ボンドと、こちらのトレーシングペーパー、厚口トレーシングペーパー、こちらのトレーシングペーパーを2つと、この画用紙、画用紙を1つ買ってきました。こちらと、で最後こちらの、ワックスペーパー、これジャンコードは2つとも同じです。これは切れていて13枚入りなので使いやすいかなと思って、まずこちらの猫ちゃんから、これ可愛いですね。これね、この猫ちゃんシリーズ、前に前回セリア行った時に何種類かあって買おうか迷ってやめちゃったんですけど、やっぱり今回買おうと思って行ったらもうこれしかなくて、なんか本みたいなブックみたいな感じのも確かあったんですけど、今回これしかなかったです。可愛いですね。これまずこちらと、
はい、こんな感じです。すごい綺麗に押せて、あの封筒で送るときにこういうのがあったらいいかなと思って。これも3種類入ってるスタンプがいろんなバージョンがあったんですけど、私はこちらの配達員様へと取り扱い注意とこの郵便番号の、他にも結構いろいろあったんですけど、また今度行ったら意外と良かったのでまた見てみたいと思います。はい、今回の購入品は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。